こんにちは。今回はコード編みを紹介します。このコード編みは鎖編みと細編みで編みました。ここから縦に編み始めます。ここが細編みです。こことここが細編みで、交互に細編みと鎖編みのスペースができて、このような模様になります。では最初は鎖編みを編みます。今回はこの最初の一目も使いますので、これを一目として、ここから1、2、3、4、5目の鎖編みを先に編みます。次は細編みをこことここの鎖編みに一目ずつ細編みを編みます。この2個目の鎖編みに針を入れて、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて細編みを編みました。次は最初の鎖編みのここに針を入れ、糸をかけて細編みをもう一目編みます。これでこちらが鎖編み3目と細編み2目が編みました。この糸は引いておきます。次は編み地を押して向きを変えます。次に編むのは鎖編みです。鎖編みを3目編んで、最初に編んだこの鎖編み3目のこのスペースに細編みを2目編みます。最初の鎖編み3目のところに針を入れ、細編みを2回編みます。これがここの編み方になります。一番最初のここの2段目の向きが変わったここになります。次は鎖編みをまた3目編んで、編み地を裏返します。2段目は少し分かりやすいですが、今ここが細編みを2回編んだところです。次に細編みを編むのはこの鎖編み3目のスペースです。ここに細編みを2回編みます。鎖編み3目を編んで編み地を裏返し、前段の鎖編み3目のスペースに細編みを2回編みます。これの繰り返し模様です。ここから鎖編みを3目編んで、編み地を裏返し、前段の鎖編み3目のところに細編みを2回編みます。次も鎖編み3目を編んで、編み地を裏返し、前段の鎖編み3目のところに細編みを2回編みます。これを繰り返して模様を作ります。鎖編み3目を編み、編み地を裏返して、前の段の鎖編み3目のところに細編みを2回編みます。この繰り返しです。鎖編み3目を編み裏返し、鎖編みのところに細編みを2回です。これを繰り返して
コードを編んでいきます。このコード編みは幅もありますので、ブレスレットなどにしてもよろしいかと思います。またしっかりしていますから、バッグの持ち手などにも利用できると思います。鎖編みと細編みで編む簡単なコード編みを紹介しました。